トマス・ラドリーは17世紀にマサチューセッツ湾植民地の総督を前後4回務めた政治家である。ニュータウン、後のケンブリッジの主要な設立者であり、この町では最初の家屋を建てた。ロックスベリーラテン学校を設立するために土地と資金を提供し、1650年に総督を務めていた。時にはハーバード・カレッジの新しい認証書に署名した。 ダドリーは敬虔なピューリタンであり、自分の見解に合わない宗教的考え方には反対した。この点に関して、ジョン・ウィンス・ロップのようなマサチューセッツ初期の指導者たちよりも頑固だったが、ジョン・エンデコットほど対立的ではなかった。ダドリーは軍人の息子だったが、父はダドリーが若い時に死んだ。ユグノー戦争の時は軍務に就き、 その後、いくらかの法律に関する訓練を積んで、林間伯爵の親類のような仕事を始めた。林間の周辺にいた他のピューリタンと共に、マサチューセッツ湾植民地の設立組織化に貢献し、1630年には、ウィンスロップと共に船で新世界に渡った。植民地では1年間人気の総督を読んでお勤めた、だけだが、他の権威ある役職を歴任した。タドリーの子孫には、 初期アメリカの詩人である娘のアンブラッド・ストリートの他多くの有名人がいる。20世紀に朽ちてしまったハーバード・ヤードの門の一つはダドリーの名前が付けられ、またハーバードのダドリー・ハウスもその一家の名が付けられたものである。トマス・ダドリーは1576年10月12日にイングランドのノーサンプトン・シャー、ノーザンプトンに近い村のヤードリー・ヘイスティングスで生まれた。父は ロジャー・ダドリー、母はスザンナだった。父はイギリス陸軍の大員であり、戦死したと考えられる。1590年のイブリの戦いで戦死したと考えられた時もあったが、スザンナ・ダドリーが未亡人になったのは1588年以前だったと分かったので、この戦闘の可能性は少ない。1586年のズトフェンの包囲戦の時に、 父のロジャーが戦死したとも示唆されてきた。一家はダドリーにあるダドリー城のサットンダドリーとの関係を長く主張していた。家の紋章には似たところがあるが、共通の先祖がある可能性以上の関係が、これまではっきりと示されたことはない。ダドリーの母は、ピュアホイの先祖を通じて、イングランド王ヘンリー二世の子孫であり、生まれの良い若者と同様に、トマス・ダドリーは、 貴族の故障になった彼の場合は近くにあるアシビリ城のコンプトン男爵、ウィリアムの家の故障だった。後にエリザベス一世からの呼びかけに応じて一個中隊を立ち上げ、ヨグノー戦争ではフランスのアンリ・四世紀の軍に従軍し、1597年のアミアンの包囲戦に参加していた。タドリーは陸軍から退役した後、ノーサンプトンシャアに戻った。その後、 母の親戚であるオーガスティン・ニコルズ教のところに事務員として入った。ニコルズは弁護士で、後には判事となり、当時多くの判事が、収賄など悪事との関わりを疑われていた中で、その正直さが認められていた。ニコルズはピューリタンに同情的でもあった。ニコルズの法律関連の事項や、その宗教的見解に触れて、ダドリーはおそらく大きな影響を受けた。 1616 16年にニコルズが休止した後、第四大林間伯爵セオフィラス・クリントンのところに入り、伯爵のいくらかの資産を管理する執事を務めた。伯爵の林間社にある資産は、非国教都市層の中心であり、ダドリーは伯爵の仕事をするようになった時に、そのピューリタンの美徳をすでに認められていた。ダドリーに関するコットンマザーの伝記によれば、 ダドリーは伯爵に残された財政的困難さのある遺産をうまく処理したので、伯爵はダドリーに財政に関する助言を求めるようになった。ダドリーの任務はすべて金銭上のものだけでなく、伯爵が政教の娘と婚約するときに重要な役割を果たしたと言われてもいる。1622年、ダドリーはサイモン・ブラッド・ストリートの援助を得たが、そのブラッド・ストリートが ダドリーの娘に引きつけられた。この二人は、その6年後、娘が16歳になった時に結婚した。ダドリーは1624年から1628年の間、林間伯爵の任務を外れていた。この期間はその増え続ける家族と共に林間シャアのボストンに住み、セントボトルーフ教会で教区民になっていたと考えられる。この教会では、 ジョン・コットンが説教を行っていた。ダドリー家は1628年にリンカンの荘園に戻り、その娘のアンが天然痘にかかって、そこで治療を受けた、とされている。1628年、ダドリーなどピューリタンがマサチューセッツワン会社を結成する決断を下し、北、アメリカにピューリタンの植民地を設立することを目指した。同年その会社に発行された。 土地人過剰に、タドリーの名前は見られないが、この会社の設立段階に確かに関わっており、その出資者や支持者には、林間伯爵の取り巻きにいた多くの人物が、含まれていた。この会社はまず、ジョン・ウェン・デコットが率いる、小さな開拓者集団を派遣し、マサチューセッツ湾岸にセーラムと呼ぶ開拓地の建設を、始めさせた。さらに1629年に、 第二の集団が派遣された。会社や1629年4月に王室直居を取得し、同年後半には認可状とともに、会社の首脳部を植民地に送るという重要な決断をした。株主を移住させ、後に残されたものを買い取ることを可能にした、ケンブリッジ語遺書は、ダドリーが書いた可能性がある。1629年10月。 ジョン・ウィン・スロップが総督に選出され、ジョン・ハンフリーがその副官となった。しかし、移民を送る準備をしていた1630年3月に、ハンフリーがすぐにはイングランドを離れないことに決め、その代わりに、ダドリーが副官として選ばれた。ケンブリッジ市、ハーバード大学にあるトマス・ダドリーの記念名番1630年4月8日、ダドリーとのその家族は、 ウィンスロップ艦隊の機関であるアーベラ号で新世界に向けて旅立ち、6月22日にセーラム港に到着した。ウィンスロップとダドリーは、セーラムの条件が大きな植民地を作るには向いていないと判断し、チャールズガー流域に進出したが、植民地の首都を置く場所については即座に合意できなかったと考えられる。 植民地を築くための時間が限られ、敵対的なフランスの行動の可能性について噂もあったので、指導者たちは敵の目標を一つに集中させないために、いくつかの場所に開拓者を分散させることにした。1630年から1631年の冬、ダドリーはおそらくボストンで過ごした。そこは指導者たちが最初にチャールズタウンを最初の滞在地に選んだ後、 水が適切でないと判断したところだった。1631年3月に、ダドリーが、林間伯爵夫人に宛てた手紙には、ウィンスロップの艦隊で到着した開拓者の初年度の経験を、息子あるいは生願者と重牧というものを真似する、調子で物語っていた。この文書は1696年に、ジョシュア・スコットによって、植民地初期の文書を修正したときに、 初めて出版された。1631年春、指導層はニュータウンに植民地の首都を設立することに合意し、測量を行い区画割りが行われた。ダドリー、サイモン・ブラッド・ストリーとその他の者たちがそこに家を建てたが、ウィンスロップはボストンに家を建てることに決めたので、ダドリーは怒った。この決断は、ダドリーとウィンスロップの間に亀裂を生じさせ、 1632年には、ダドリーがその地位から辞任して、イングランドに戻ることを考えるほどに、重大なものになった。他の者が仲裁した後に、二人は和解し、ダドリーが G を引き下げた。ウィンスロップは、彼らが平和を保ち、愛と友情の中で良好な関係になった後のことだったと報告していた。この論争の間、ダドリーの方もウィンスロップが、 その表現会に相談することなく言った多くの行動について総督としての権限を厳しく問うことがあった。ダドリーのウィンスロップとの食い違いは1636年1月にも表面化しており、ウィンスロップが司法判断を多めに見過ぎていたと他の役人たちが一連の告発を行った時だった。1632年、ダドリーは自費でニュータウンの周りに防御策を立てて、 先鋭館の土地を囲んだ。これは主に野生動物やインディアンの襲撃から守るためだった。その土地は1636年にケンブリッジと改名された。植民地はその地域の社会すべてに課税することで彼に賠償することに合意した。この必要性のために集められた集会が北アメリカにおける人の大犠牲政府の最初の例となった。 その議題について政府に忠告するために各庁が二人、ずつの大議員を選んだ。この原則は1634年に植民地全体を治めるために拡大され、この年にラドリーは初めて総督に選ばれ。その任期にある時に植民地は軍事を監督し、軍需物資を管理するための委員会を設立した。1632年、 フェルギナンド・ゴージズ教が以前のその領土に対する権利を取り戻そうとして植民地の認証と統治の問題を国王チャールズ一世の数密院に持ち上げたときに植民地は法的な脅威のもとに入った。ゴージズが挙げた告発に対して植民地の役人が回答書を寄贈したときダドリーのみが国王を聖なる陛下と呼び、 イングランド国教会の司教を尊敬すべき司教と呼ぶ言葉遣いに反対した。権限開示令状が1635年に発行され認証をイングランドに戻すよう要求していたが、国王の財政的求状のためにその実行が妨げられ、この問題はなし崩しになった。ジョン・ウィンスロップ1635年とその後の4年間、タドリーは副総督か評議員に選ばれ続けた。 1636年の総督はヘンリー・ベインであり、植民地はアウン・ハッチンソンの行動に関して二つに割れた。ハッチンソンは1634年に植民地に移ってきて、その被護者であるジョン・コットンに従い、神の恩寵の契約を解き始めた。一方、ダドリー、ウィンスロップを含め植民地の指導層の大半や牧師の大半は立法主義的見解を信奉した。 ベインとコットンがハッチンソンを支持したので植民地が2分された。無立法主義論争と呼ばれたこの植民地での論争の終わりにハッチンソンが植民地から追放され、その結果その追随者の多くが植民地を離れた。ハッチンソンはロードアイランド植民地に入った。そこではロジャー・ウィリアムズも進学論的な食い違いのためにマサチューセッツを好ましからざる。 人物として追われてきており、ハッチンソンに退避書を提供した。この件に関して、ダドリーの役割は不明だが、ハッチンソンの側を支持する歴史家たちは、ハッチンソンの追放についてダドリーが少なからぬ推進者だったとしている。また、植民地がよりしっかりした姿勢を取らず、ハッチンソンの追随者を追放しなかったことに不満だったともしている。ベインは、 ハッチンソンの事件と植民地の取り出にイングランドの旗を翻させると主張したことのためにその職を追われた。多くのピューリタンはイングランド国旗にあるセントジョージ・クロスがカトリックのシンボルであり、ピューリタンにとっては意味嫌うものだった。ベインの代わりにはウィンスロップが総督になり、その後の三期を務めた。ウィンスロップによればその任期の長さに関する心配があって、 1640年にダドリーを総督に選ぶことになったとしていた。ダドリーとウィンスロップは多くの問題で互いに衝突していたが、ハッチンソン追放の件では合意し、その関係にはかなり肯定的な要素があった。1638年、ダドリーとウィンスロップはそれぞれコンコードから北に約6マイルの土地を払い下げられた。ウィンスロップとダドリーは一緒にその地域を測量に行き、 それぞれの土地を選んだとされている。当時総督だったウィンスロップは、当時副総督だったダドリーを持ち上げ、土地を最初に選ぶように譲った。ダドリーの土地がベイドフォード町となり、ウィンスロップの土地がビレリカ町となった。二人の土地が接する場所には、大きな二つの石が置かれ、それぞれに所有者の名前が掘られた。ウィンスロップはその場所を、二人の兄弟、 彼らの子供たちが結婚したことで彼らが兄弟であることを思い出すためにと表現した。1640年、ダドリーが総督である時に多くの方が成立した。このことで翌年にはマサチューセッツ自由の主文が導入されることになった。この文書は後のアメリカ権利商店にも見られる保証項目を含んでいる。その人気中、ダドリーはジョン・ウィンスロップを含む 中道派に組みし、女元地元侵食者が植民地の政治についてより顕著で明確な役割を果たそうとしていたことに反対した。1645年に再度総督に就任したとき、植民地は拡張主義のナラガンセット族に対する戦争の恐れがあった。ナラガンセット族はイングランド人と同盟するモヒガン族と戦争をしていた。このことで、 ナラガンセット族の指導者ミアントのみがニューイングランドの植民地と和平合意に署名することになり、それは30年後にフィリップ王戦争が勃発するまで続いた。ダドリーはその年にあった裁判でジョン・ウィンスロップを無罪にすることを裁量した。ウィンスロップは前年にヒンガムの住民から権限乱用で訴えられていた。ハーバードカレッジを承認する認証上、 1650年5月30日、ダドリー総督が署名した1649年、ダドリーは再度ニューイングランド連合のコミッショナーかつ、総裁を務めるよう指名された。この組織は、ニューイングランドの植民地の大半が共通の問題に対処するために設立した上部組織だった。しかし、ダドリーは病気になり、その結果任務を果たすことができなかった。 ダドリーは病気だったが、1650年に4度目に、して、最後の総督に選ばれた。この人気中に最も著名な行動は、ハーバードカレッジに対する、新しい認証上の発行であり、またスプリングフィールド住人のウィリアム・ピンチョンが、植民地を支配するピューリタンにとっていたんである、宗教的見解を解説するために書いた書。 我々の食材に関する賞賛すべき価値を文書にする司法判断を下したことだった。ピンチョンは関門されてその見解を取り下げるよう求められたが裁判にかけられる代わりにイングランドに戻ることを選んだ。タドリーはマサチューセッツに来てからの大半で総督でない時は副総督であるかニューイングランド連合のコミッショナーの一人を務めた、また植民地の裁判所判事を務め、 法典を起草する委員会の委員を務めた。ダドリーの見解は保守的だったが、ジョン・エンデコットほど頑固ではなかった。エンデコットは1632年にイングランドの国旗を傷つけ、その行動を非難され、1年でその職を追われた。ダドリーはこの問題について恩恵派の側につき、この旗にセント・ジョージ・クロスが描かれていることは、国粋主義の象徴の意味合いに弱められていたと、 考えていた。プリマス植民地の初期年代一編者であるナサニエル・モートンがダドリーについて、彼の秩序に対する熱意は、良い法律を考案するときに、また犯罪者、異端者、真の信仰の破壊者にその方を誠実に執行するときに現れた。彼は、羊の皮を被っている狼を発見する、鋭い判断力があったと記していた。マサチューセッツ初期の歴史家、 ジェームズ・サベージはダドリーについて、公的生活での厳しさと、私生活での堅固さが彼の性格であまりにもめについた、と記していた。現代の歴史家として、フランシス・ブレマーはダドリーが、植民地人が直面する問題に対処するときに、中道のウィンスロップよりも正確できっちりとしていたと、見ている。1637年、植民地は、ニュータウンで、 新しいカレッジに秩序を与える委員会を設立した。この委員会はダドリーを含み植民地の長老の大半で構成された。1638年、子供のいない開拓者であるジョン・ハーバードが植民地にその蔵書と資産の半分をカレッジのために使うこととして依存した。それがその栄誉を称えてハーバードカレッジと名付けられた。1642年に カレッジの最初の認証が与えられ、第二の認証は1650年に発行されたが、それに署名したのが当時総督だった、ダドリーだった。ダドリーは、長年カレッジの監督者の一人も務めていた。ハーバード大学のダドリーハウスは、実際の家屋が壊された後にレーマンホールにある、管理施設に過ぎないが、ダドリー家にちなんで名付けられている。ハーバードヤードには、以前、 ダドリーの娘アンが書いた言葉を記したダドリーゲートがあった。1940年代に壊され、そこにラモン図書館が作られた。1643年、ジョン・エリオット牧師がロックスベリーに学校を設立した。当時ロックスベリーに住んでいたダドリーはその学校にかなりの土地と金を寄付した。それが今日、ロックスベリーラテン学校として残っている。 ジョセフ・ダドリーの肖像が、ピーター・レリーの作とされるダドリーは1603年に、ドロシー・ヨークと結婚し、その間に5人の子供を設けた。長子のサミュエルも新世界に来て、1633年に、ジョン・ウィンスロップの娘メアリーと結婚し、ダドリー家とウィンスロップ家の結びつきでは、最初のものになった。サミュエルは後に、ニューハンプシャー州エクセターの牧師になった。娘のアンは、 サイモン・ブラッド・ストリートと結婚し、北、アメリカで最初に詩を出版した詩人となった。三番目の子供サラは、民兵隊の士官ベンジャミン・キーンと結婚した。この夫婦は幸せになれず、植民地で最初の離婚をしたとされている。キーンはイングランドに戻り、結婚を解消した。正式の離婚手続きが行われたか不明だが、サラは再婚した。四番目の子供である、 ペイシャンスも植民地の民兵大使館と結婚した。末っ子のマーシーは牧師のジョン・ウッド・ブリッジと結婚した。ドロシー・ヨークは1643年12月27日に61歳で死んだ。娘のアンはその詩で次のように歌っている。1644年ガドリーは未亡人キャサリン・ハック・バーンと再婚した。キャサリンは高貴なバークリー、ライゴン。 ビューシャン家の子孫だった。この夫妻には、デボラ、ジョセフ、ポールの三人の子供が生まれた。ジョセフは、ニューイングランド自治領とマサチューセッツ湾、直轄植民地の総督を務めた。ポールは、植民地の県民記録官を務めた。ジョセフの息子もポールであり、 植民地の検事総長を務めた1636年、ダドリーはケンブリッジからイプスウィッチに移転し、1639年にはロクスベリーに移転したダドリーは1653年7月31日にロクスベリーで死に、エリオット埋葬地に葬られた。息子のジョセフや孫のポールを、はじめ多くの著名な子孫がそこに埋葬されている。ダドリーの子孫の中には、 独立戦争時の海軍指揮官、ダドリー・ソルトンストール、やはり独立戦争時の指揮官で、死略戦運行者であるポール・ダドリー・サージェント、2004年、アメリカ合衆国大統領選挙の民主党大統領候補者であり、マサチューセッツ州、選出アメリカ合衆国上院議員のジョン・ケリー、アメリカ合衆国最高裁判所判事のデイビッド、サウター、また過去の政治家として、 ハーバート・フーバー大統領やニューハンプシャー州、先出アメリカ合衆国上院議員、ニコラス・ギルマンがいる。マサチューセッツ州、ダドリー町は、そこの最初の領主だった孫のポールとウィリアムにちなんで名付けられた。マサチューセッツ州自然保護レクリエーション省がビレリカ、町の中に、ガバナウトマス・ダドリー公園と呼ぶ土地を所有している。 ベッドフォードのグレートメドウズ国定野生生物保護区にはトゥーブラザーズという岩があり、この地域はトゥーブラザーズロックスイコールガドリー道路歴史地区としてアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ありがとうございます。